ニューヨークデリにやってきました。これからクリスマスのニューデリアのグッズを買いに行きたいと思います。あとクリスマスのスペシャルメニューを楽しみに行きたいと思います。チョコ尽くしの一品ですね。そしてそしてこの赤と黒のチェックのクリスマス感がたまらないスーベニアカップ、いろんな柄がついてますよ。デイジーとドナルドが向かい合ってる、かわいい。ウーフィーとマックスもクリスマスショッピングを楽しんでますね。そしてプルートと、わーミッキーミニー、デールもついています。後ろには20周年のロゴが書いてありますね。とっても可愛いです。はい、ではこちらのチョコレートのお店いただきたいと思います。結構多めのチョコレートのお店ですね。お箸と一緒に、甘すぎず、ちょっとほろ苦な感じもまたいいですね。バニラムースケーキ、スーベニアプレート付き、850円です。このリンゴみたいな形のしたバニラムースケーキ、形も可愛いですし、チョコレートが刺さっています。キラキラの金箔もずらずらともさらっていて、クリスマスらしいですね。そして、なんといってもこのプレート、生地がとっても可愛い。端縁に真ん中に
カモンエンジョイタジオリホリデーズという書いてあるミッキーとミニーが出ています。これにクッキーを載せたら絶対可愛いですよね。こちらのカメラからついたムースクッキーです。リンゴの形になっていてとっても可愛いですよね。食べるのがもったいないです。で売ってるのがこちらのグミキャンディーケース、ミルリンリンがついてますね。そしてなんといってもこちらのイッツアスモールワールドのお顔もついてます。オーナメントになってますね。なんか二重構造になっていてとっても可愛いんですよ。これほらゴンドラとかあとお城とかウエスタンリバー鉄道とか可愛いデザインがいっぱいついています。ストラップは紐になっているのでこれもまた冬らしくて可愛いですね。パカッとここが開きます。もうめっちゃ可愛い。ここにグミキャンディーを入れて飾りたいです。東京ディズニーシークリスマスのスーベニア特集いかがでしたか？どれもこれも可愛いものばかりで悩んじゃいますよね。スーベニアランチケースが一刻も早く戻ってきてくれることを願っています。ダッフィーのスーベニアグッズについても違う動画で紹介しているのでぜひそちらも見てくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。